若い音楽家のためのチャイコフスキー国際コンクール、インターナショナル、チャイコフスキーコンペティション4ヤングミュージシャンズは、世界三大コンクールの一つである、チャイコフスキー国際コンクールの姉妹コンクール、ジュニア部門として創設された。上原綾子、ランランラを輩出したことから、ジュニアコンクールの最高峰、時代のクラシック界を担う、若手の登竜門として知られ、入賞者、参加者は、 後に、チャイコフスキー国際コンクールをはじめとする世界的な国際コンクールにおいて上位入賞を果たしている。主催は、ロシアの音楽機関、チャイコフスキー国際コンクール入賞者連盟。審査部門は、ピアノ、バイオリン、チェロ。参加資格は、8歳、以上17以下。審査員は、過去のチャイコフスキー国際コンクールの入賞者らが務める。 審査方法も、チャイコフスキー国際コンクールに順次、第1次、第2次のソロ演奏に加え、第3次のファイナルにおいて、オーケストラとの共演による、コンチェルト演奏による審査が行われる。このコンクールは、一都市で定期的に行われる、通常のコンクールとは異なり、才能ある世界の若い音楽家たちにより広くより多くのチャンスを与えるため、開催地を固定せず、 世界の都市をめぐって開催するワールドカップスタイルを採用しており、これまでに第1回モスクワ、第2回仙台、第3回サンクトペテルブルク、第4回アモイ、第5回倉敷、第6回水原で開催された。第6回水原大会では上野道明が日本人として初のチェロ部門第1位を獲得した。 主催機関と協力関係にある日本の NPO 法人ユーラシア交流支援センターが日本における広報、連絡窓口を務めている。など、上野道明。ありがとうございます。